さんこんにちは。今日は台風対策をしていこうと思います。我が家ね、このようにつるバラが多いですね。こちらはフロレンティーナちゃんです。これ、ね、大きいですね。こちらからこちらからね、こちらまで、はい、フロレンティーナちゃんです。こんな風にね、まだ綺麗なねお花をつけてます。フロレンティーナちゃん、すっごく夏でも花持ちがいいですよ。1週間近くね、このような状態を保ってくれます。1週間より長いかもしれない。もうフロレンティーナちゃんは花持ち最強ですね。これらをちょっとね、多分ね、台風が来たらね暴れるんですよ。上下左右ね、すごく暴れるんです。毎年のことながらね、そんな風になりますけれど、今年はね、もう直撃ということでね、皆さんにご心配のコメントをいただいたりしています。こちらもつるバラのボニカ82ちゃんなんですけど、これはね、まだ低いんですよね。そしてこちらはシュラブなんですけれど、グラハムトーマス、この辺もこう揺れそうですね。こちらはジャクニー ルプレちゃんですね。お花もね、こっちは咲いてるかな。お、もうね、お花かわいいですね。桜みたい。ジャクニー・ルプレちゃん、これもね、多分ね、このようにね揺れるでしょうね。もうこの揺れるのはね、もう仕方ない、仕方ないと思います。でもね、このただ心配なのはね、これこういったのがね、まあ設置の時にね揺らしては見るんですけどね、まあ、どのような動きをするかわからないので、より強固に留めておこうと思います。これですね、ここだけでは皆さんお分かりにならない。ちょっと引いてみます。バッコーライバッコーライ、はい、こんなに巨大ですね、このアーチ、車の上にねこうかけているアーチです。何メーター？ 4 メーター近いでしょうかね。ここからここまで、2本のアーチを2本3本4本なったかな、ちょっと覚えてない、ごめんなさい。このようにね、アーチの動画も出しておりますので、設置動画合わせてご覧ください。このようにねしていますのでね、ただのこのこちらはいいんですけど、ここがちょっとね強度がどうかなというふうに思っています。でこちらのフロレンティーナをここに持ってきたのは、まあ、伸びたのもあるんですけれど、ここのね、ここにくくりつけることでですね、いくらかこうこちらの強度を保つようにしています。はい、どんなになるでしょうか。まあ、バラ自体はね地面にひっついてますので、その点は安心しています。そしてこのウルゴンプランターなんですけど、はい、こちらね、ウルゴンプランター、次々とねバラちゃんが、はい、適来しきれなかった分にはね、こんなにも咲いちゃっているんですよね。なのでね、ウルゴンプランターは17リッター満水になりますし、土が23リッターかなだったかなぐらい入りますのでね、合わせてもね、もう6、70キロぐらいになるかと思うんですね。で、水を満水にして、こう土もね湿らせばかなりの重さになります。重くなるのでね、この辺はまあ大丈夫かな、と思っています。ここもね、可愛く咲きましたね。あまりね、今回虫が少なかったのかな、去年はアザミウマがすごかったですけど、あまりね、消毒していないのにこんなに綺麗に咲いてくれてます。はい、こんな感じ、ちょっと引いてみますね。この花壇、こんな風な花壇です。こちらはウルゴンプランターの花壇ですね。すべてウルゴンプランターですね。見てください、かわいいのが咲き出しました。ウルゴンプランターに植えたね、このクレマチス、ほんと小さなね、200円ぐらいだったんですよ、今年ね。
なんて子だったかな。こちらもウルフォンプランターです。満水にして準備をしておこうと思います。こちらもですね、ちょっとねこれ位置変えたんですけど、はい、このようにね、かわいいでしょ。これ誰だと思います？これはドクターラッペルです。ドクターラッペルね、春と同じ感じでね咲いていますよ。ウルフォンプランターの中にすごくクレマチス育つかもですね。はい、こんな感じでドクターラッペル咲いています。この子なんていう子だったかな、ちょっと名がわからない子ですね。こんな風にね、にぎやかになっていますけれど、こちらはね、こちらのトレリスですね。トレリスをここに引っ付けてますのでね、上のところは家に固定してますので、これは動かないから大丈夫かと思います。つもりはなかったんですけど、ベッシュボンボンちゃんが咲いてますね。ここもねちょっと短く育てて、途中ねバシバシっと切って、ベーサルシュートっぽいの、ベーサルじゃないね、サイドシュートが出てきています。時々ね、このように虫には食べられてますね。どこかにいるのかな。はい、こんな感じです。そしてね、これ私が作ったフェンスなんですけど、木製ですね。木製に、色を塗ってね、白色を塗って誘引できるように設置してます。でもね、見てください、あそこにね挟んでるんです。はい、ここですね、ここちょっと足りてないかな、余り木でしたんでね、こんな感じです。挟んでるのにこれ倒れることはまずまずないですね。それにこのバラ自体を誘引しているので、より強固になってますね。ここも安心かな。突貫工事して、これですね、結束バンドをつけてる。ちょっと揺らしてみます。こんな感じか。もうちょっとね、この辺りをこう結束バンドをつけておこうかなと思っています。こちらはアーチです。このアーチですね、これ結構古いんですね。7、8年、10年近くなるのかな。こういう風にね、傷んできてますね。こういったアイアンは傷んで、冬の間にこうペンキ何回も塗った跡があるでしょう。うち貧乏なんでね、立派なこういったアーチはなかなか購入できないですよね。なのでこれをメンテナンスしながらしてたんですけど、今年の冬はねちょっと肺炎になってしまったので、これメンテナンスができてないんですよね、ここ。なのでちょっとこの辺が心配かなとは思ってはいるんですけれど、まあ持つのではなく、ちょっと揺らしてみてね。割とバラをこうつるバラの場合にはくくってるのでね、それが支柱の代わりになるので、お互いに強度を増してるって感じですね。この辺こうねくくって、まあここの辺は結束バンドで留めてっていうことをしています。ちょっと揺らしてみます。かなりですね、こんなにこう揺らしても結構持つんでね。はい、これが今までの台風はですね、大丈夫だったので、多分大丈夫かな。あ、今までも大丈夫だったか、大丈夫だっていうのは、災害対策にならないと思うんですけどね。一応揺らしてみて、どっか壊れてるとこはないかなとか思って見ています。またね、本当に今年の冬は元気よくメンテナンスね、元気を塗りたいと思います。こんな感じですね。あの辺ね、ちょっと錆びてるでしょ。見えるかな、わかんないな。これ森のような我が家ですね。改めて見るともう森になっちゃってますね。ただのここもね、ここもコンクリート、全部コンクリートでしたね。こんな感じでちょっと森っぽくなってます。ちょっと行ってみましょう。知らない間に咲いてくれてますね。この赤バラは割と残してるんですね。虫が来にくいというので、
赤バラはあまり敵来せずに残しています。こちらはイングリッド・バークマンちゃんです。あ、花弁数も少なくなってますね。こんな感じです。可愛い新芽が出てきてます。ルッシェル・ブルーちゃん、これもね、今そよぐ感じはするんでしょうけど、これも大丈夫かなと思ってます。この子はね、ちょっと3番花なはずなんですけどね、これも夏剪定はこれはしなくていいかなと思ってますね。もう早めにね剪定したので、この子はいいかなと思ってます。ルッセルブルーちゃんでね、気になるのはあの上の方でしょ。この子がねこうゆらゆら多分しますね。まああれで折れたり、まあここは家の中なんでご近所迷惑になることもないかと思いますね。まあできるだけ短くはしたいんですね。本当はこれをねこう曲げたいんですけど、ちょっとそこまでのゆとりはないかなと思ってますね。曲げてね、曲げてもくくりつけておきたい、置きたい気持ちはあるんですけど、できないんですなかなかね、はい。体力的にも時間的にもね、ちょっといろいろできないかな。もうあの辺ね咲いてますね。ご覧になるアーチの上ですね、アーチの上にもフォーレンティーナちゃんね咲いています。これももう台風前に取っておけばいいですね。取っておけば、切っておけば良いかと思うんですけど、なかなかゆとりがない。ごめんなさい。ここね、馳せてたんですけど、本当こういう風にね、揺れて、ピエール・ド・ロンサールちゃんですね。夏の間、ビューンとサイドシュート出てくれてますけれど、これはね、これはもう、ピンチで今、済ます、ピンチっていうか、このね、園芸用クリップでね、済ましてたんです。どっかにね、くくって外れてますね。二つとも外れちゃってる。意味ないじゃんっていう感じですけど、これもね、アーチにね、くくりつけておこうと思います。ここは、改善するポイントでした。はい、こんな感じです。ぐるりーっと回ります。ぐるりっと。こんな感じですね。で、こちらの方にもね、ブルオンプランターを、はい、通り道に置いてます。もうこちらのウルオンプランターもね、多分壁沿いなんで多分大丈夫かなと思っていますけれど、まあ水は満水にしておこうと思います。はい、もうごっちゃごちゃですね、この辺にね。毎年あの倉敷市にいただいた種から巻いたダリアちゃんがね、まだ残ってるかな。ダリアが咲くんですよね、こんな風に次々ね。よいしょ、こちらに行ってみます。こちらはもう剪定しました、切り花品種ですね。名前わかんないです。はい、でこちらグラムトマシャ、この辺はね、はい、こう取っときましょうね。ピッと、よいしょ、こんな感じで取っておきましょう。そしてね、もうここ切っちゃおうかな。ちょっと切って、こちらにでもね、止めておきます。この園芸用クリップじゃなくて、ちゃんと、はい、麻紐で止めようかと思います。こんな感じですね。今はちょっと、今日晴れてます。本当に明日明後日台風が来るのでしょうかというぐらいいいお天気で、気温もあまり高くありません。こんな感じで、これね、シャインマスカットがね、自由奔放に大きくなってます。はい、ウルオンプランターのシャインマスカットです。もうね、1年でも5メートルぐらい向こうまであるんですね、シャインマスカット。わかります？バラの履いたりシャインマスカットの葉っぱ、奇妙なお家です。はい、ということで、あ、ちょっと風が出てきましたね、ゆらゆらと。はい、じゃあお急ぎで、これから作業をやってまいろうと思います。まだ綺麗なこちらはフロレンティーナちゃんです。今ね、切っちゃいました。台風前にね、切りましたよ。
これも切ろうかな。ちょっと手が届かないのはね、高枝切りバサミが必要ですね。はい、実は、はい、脚立の上に登ってきて、ここね、止めましたよ。麻紐でね、くくって、台風対策しました。ここはね、もうちょっと残しときたい。台風が通り過ぎたとこ、ちょっと伸びるかな。ね、何もなくなっても寂しいですからね。最後までご視聴ありがとうございました。